池袋にパスポートのセンターがありまして、東京都がやっている事業なんですけれども、そちらでパスポートを申請していただけるんですけれども、つい最近ですね、このパスポートの個人情報がおよそ2000件盗まれたという報道がありました。派遣会社のですね、中国人女性職員52歳が個人情報を2000件盗んだと、パスポートセンターからですね。これはですね、そんな大事なところ派遣なのか、しかも中国人なのか、私は驚きました。派遣であることは知っておりましたけれども、よりにもよって中国人、中国には国家情報法というのがありまして、それの7条にですね、中国人民は中国政府に情報収集の手伝いをすることを義務付けております。さらに14条でですね、中国政府は中国人民に情報の提供や協力を要求できるとしております。この日本人の情報2000件を盗み出した中国人女性もですね、中国共産党に命令されてやったんでしょうけれども、目的は、パスポートを偽造することではないかと考えております。自分の知らないところでですね、この期間はアメリカで働いていたことになっている、そういう事態もあり得るかと思います。東京都はですね、パスポート窓口職員をよりにもよってそういう法律のある、いつでもスパイに早回りする恐れのある中国人の派遣にやらせていた、多分ですね、この中国の国家情報法というのを東京都は全く全然一切知らないんだと思います。こんなことでパスポート、守れるんでしょうか。パスポートといえば一番大事な身分証明書ですよね。その情報2000件まんまと中国人民のバイト女性に盗まれたと。この女性もですね、中国政府の言うこと聞かなければ母国にいる家族を危険にさらされ捕まったりするんでしょうけれども、というわけで他国にはない国家情報法というものがある中国人民は日本国内でもいつスパイになるかわからない潜在的なスパイであります。東京都はこれに懲りて、中国人のバイトを雇わないといいなと思ってるんですけれども、